俺はパニー、37歳のサラリーマンだ。今日妻のリカと一緒に母のパニカーが一人で住んでる実家に引っ越してきた。妹のパニコも引っ越しの手伝いに来てくれて、今はみんなでそばをすすってるところだ。リカは早くに両親を亡くしていて、結婚したら義両親と暮らしたいってずっと言ってたんだ。よかったな、リカ。うん、お母さんが作ったこのおそばもすっごく美味しい。で、リカさん、勢いよくそばすすってるもんだから、鼻からそばが出てるわよ。え、やだー。たく。はい、ティッシュ。ありがとう。パニーはいいわね。こんなにお茶目で綺麗な奥さんもらって。そんな、綺麗だなんて、パニコさんたら。鼻からそば垂らしながら照れてる。引っ越した当初、俺たちはとても仲が良かった。ところが、それから一週間ほど経った頃から、この幸せが音を立てて崩れ始めたんだ。ある日、俺が仕事を終えて、自宅最寄り駅から家まで歩いていると。あら？パニーさん、こんばんは。この人はミオさん。ここの近所に住んでいて、俺たち夫婦と同様、旦那さんのユージさんと、ユージさんの母親、テスコさんが暮らす家に、最近引っ越してきたと聞いている。ちなみにミオさんとリカは仲がいい。こんばんは。お買い物ですか？お酒が切れちゃったんで。ミオさんは一升瓶が3本入ったエコバッグを俺に見せてきた。ご家族で飲まれるんですか？仲良しで素敵ですね。いやー、パニーさんとリカさんとパニカーさんの方が仲良しって聞いてますよ。いいな、羨ましい。しかもリカさん綺麗だし、パニーさんもイケメンですし。たわいもない話を数分してから帰宅した俺だったのだが、どうしたんだ。リビングでパニカーとリカが向かい合って無言で座っていた。パニカーはリカを睨み、リカはうつむいている。二人とも何してるの？俺の問いかけに答えたわけではなかったのだが、先に口を開いたのはリカの方だった。ごめんなさい、お母さん。だけど私、ミオさんは友達で。わかったよ。私が何か言うのもおかしな話だもんね。でも、何かあったらただじゃおかないよ。そんな。私は絶対に許さない。覚悟しろってんだ。ワンワン泣き始めるリカ。もしかして、これが俗に言う、嫁姑問題というやつだろうか。俺が慌ててリカに駆け寄ると、パニカーは怖い顔でリビングを出て行ってしまった。そしてしばらくリカの背中をさすっていたのだが、ごめんね。引っ越して職場が変わったばかりで忙しいのに、パニーにこんな心配をかけちゃって。リカが俺にそう謝ってきた。確かにここに引っ越すために俺は最近別の支部に移動して、早く職場になれるために忙しくしていた。そのせいで家族のことをおろそかにしてしまっていた俺にも、こうして嫁姑問題が生じてしまった責任はあるだろう。俺の方こそ一緒にいられる時間がなかなか取れず本当にごめん。それでパニカーと何があったんだ？今日ミオさんに誘われてカフェに行ったんだけど、そのことを話したらお母さんがミオさんの悪口を言ってきて、私ついミオさん悪く言わないでくださいって口答えしちゃって言い合いになって。ミオさんはリカの近所で唯一の友達だ。この町は田舎で年配者の住民が多く、若い人が少ない。ただ一人の友人を悪く言われてリカがカッとなってしまうのは当然だろうな。パニカーは一体何が気に食わないと言うんだ？何かあったらただじゃおかないよ、覚悟しろなんて、あんな言い方されたらリカだって怖がるだろう。リカの話を聞き終わった頃には深夜になっていた。ひとまずリカを寝かせて俺も床に着いた。翌朝、二人を家に残して会社に行くのは心配だったが、支部が移動したばかりで迷惑をかけられない。また今日はパニカーが元同僚と一緒に出かけると言っていた日でもあるから、始終二人きりで家にいるということもないはず。数年前に定年退職したが、パニカーは元看護師。その頃の同僚数名と買い物に行くらしい。ただ
リカが洗濯物を干している間、朝ごはんを食べているパニカーにはこう話しておいた。パニカー、リカから聞いたけどひどいじゃないか。リカにとってミオさんはここらではただ一人の友達で、だから余計に許せないって言ってるんだ。はあ、なんだよそれ。リカに友達がいるのが許せないっていうのか。とにかくリカにもうそういうこと言うなよ。それは約束できないね。パニカーと。そこでリカがリビングに戻ってきて話は中断した。出勤後、その日は仕事の合間を縫ってリカとマメに連絡を取り合った。いざという時は早退もできるようにしておこうと考えていた。あと昼過ぎにリカからミオさんに山菜を取りに近くの山に行こうと誘われたとのメッセージが送られてきた。田舎にある義実家で姑と不仲な状態の妻にこれ以上孤独な思いをしてほしくない。俺は行っておいでよと返信した。それからスーツやり取りをしたが、山の中は電波がなかったんだろう。数時間連絡が途絶えていた。だが俺が定時になってこれから帰るとメッセージをした後、いつまでもリカから返事がなかった。外は暗いのでもう山は降りていると思うんだが、胸騒ぎがして自宅最寄り駅から徒歩15分の道のりを猛ダッシュして帰宅したのだが、うちは真っ暗でリカもパニカーもいない。パニカーは帰りが遅くなるかもしれないと事前に聞いていたが、リカがいないのは変だ。俺は仕事用のカバンをリビングのソファーに放り投げ玄関を飛び出した。行った先はミオさんの家だ。インターホンを鳴らして出てきたのはユウジさんだった。兄さん、そんなに息を乱してどうされました？リカがこちらにお邪魔してませんか？リカさん？そう。あとそこで徹子さんがやってきて、そういえば昼過ぎにミオさんがリカさんと山菜あたりに出かけたと言ってなかったかしら。ねえミオさん。徹子さんが家の奥に向かってそう言うと、ミオさんが出てきて、ミオ、昼過ぎにリカさんと山菜採りに行ったんだって？うん、行ったけど夕方駅前で別れたわよ。パニーさん、もしかしてリカさんまだ帰ってらっしゃらないの？はい、 LINE も既読がつかなくて。あの、今日リカさんがお姑さんとうまくいってないって話してたんだけど、リカさんがいないのお姑さんの仕業なんじゃ。そこで俺はパニカーに電話をかけて問い詰めてやろうと考えたんだが、パニカーも電話に出なかった。なんで電話に出ない？やっぱりパニカーの仕業なのか。怪しい、怪しすぎる。夜だし、これ以上ミオさんたちに迷惑をかけられないと思った俺は、お騒がせしてすみませんと頭を下げ再び自宅へ走った。リカが帰宅していることを祈って。ところが家の門を開けた瞬間、俺は衝撃の光景を見て思わず一瞬硬直してしまった。なんと玄関にホースを持った鬼の形相のパニカーがいて、外にいるリカに思い切り水を浴びせていた。よくよく見ればリカは号泣していて、服はボロボロだし体には無数の傷跡のようなものやあざがある。パニカーにやられたんだな。俺はとっさにパニカーとリカの間に入り、リカを抱きしめた。ちょっとパニカー、何してるんだ。リカは俺の腕の中でガタガタと震えている。バニー、いいから邪魔しないで、こうするしかないんだよ。こうするしかない？何を言ってる。今は12月だぞ。いくら自分を育ててくれた母親だとしても、愛する俺の妻にこんなことをするなんて絶対に許しちゃおけねえぞ。あとその時だった。ありがとう。リカが涙ぐみながらそう言ってきた。俺はリカを抱きしめながら、ごめんリカ、俺がパニカーからリカを守ってあげられなくて。ところが、あ、なんとリカは俺の腕を振りほどき、お母さんありがとう。パニカーのホースの水を自ら浴びに行ったのだった。あだ、どういう。それからパニカーが引き続き風呂からホースで引っ張ってきた水をリカにかけながら事情を話してくれた。その衝撃の事実に俺は発狂した。だ、あんにゃろ、許せねえ。そうして俺はパニカーの提案のもとある強力な助っ人を召喚し、
悪党に叱るべき制裁を加える準備を進めた。助っ人が協力ゆえことはスムーズに進み、翌日には悪党の住処に突することができた。さあ何があったのか、ここから説明させていただこう。俺とパニカ、そしてリカと例の助っ人と4人で向かったのは、はーい、あらリカさん無事だったのね。心配してたのよ、ミオさんなんて泣いてたんだから。そう、テスコさんの家だ。ご心配おかけしてすみません。ミオさんはご在宅でしょうか。いますよ、ミオさん。とそこで家の裏からどんがらがっしゃーんとすごい音が聞こえてきた。俺とリカとパニカ、そしてテツコさんも一緒に家の裏に回ると、いったたたたた、ミオさんが家の裏のバケツやホウキアラと一緒にひっくり返っていたのだが、そのミオさんの前にパニコが立っていた。そう、今回呼んだ助っ人というのがパニコだったのだが、家の裏に人がいるなんて思ってなかったみたいで、私を見てびっくりしてつまずいちゃったのよ。そこのトイレの窓から逃げようとしたみたいだけど大丈夫です？さすがパニコ、ミオさんがもしかしたら逃げ出すかもしれないから私は家の裏に回っておくわねと言っていたのが見事的中したようだ。ミオさん、はじめましてですよね。私弁護士のパニコと申します。そう、俺の妹のパニコは弁護士なのだ。あからさまにうろたえ始めるミオさん。あなた、リカさんを山に置き去りにしましたね。私はその、残念、しらばっくれても無駄です。あなたが一人車で山を降りてくる姿を目撃してる人がいて裏は取れてるんです。そう、ミオさんはなんとリカを山の中に置き去りにしてきたのだ。リカは命からがらなんとか下山したが、暗い山の中で転び草木によるかぶれを起こしてあんなボロボロの姿になっていた。パニカーがリカにホースの水をかけていたのは、元看護師だったパニカーが草木にかぶれた時はお湯ではなく石鹸と水で洗うといいということを知っていたから。自分がリカを山に置き去りにしてきた犯人のくせに、よくもリカを心配しているような臭い芝居をしてくれたな。俺がミオさんにそう言うと、なんだって、ユージさんが登場。あなた買い物に行っていて帰ってきたら家の裏から声がして来てみたら、おいミオ、どういうことだ。誤解なのよ。ミオさんが汗をダラダラ流して慌て始めた。あんたはこの後に及んでまだ嘘をつく気かい。私はね、最初からあんたはいけすかなかったのさ。どこか裏がありそうで、リカさんがあんたに何かされるんじゃないかとヒヤヒヤしてたんだよ。だからあんたに注意するよう言っていたが、ただの勘だったからはっきり近づくなと言い切れなくてね。あんたパニーにこう言ったそうじゃないか、リカさんがいなくなったのは私の仕業なんじゃないかって。なわけないだろ、リカさんはね私の娘なんだよ。あ、お母さん。そう、パニカーが何かあったらただじゃおかないよ、覚悟しろと言っていた相手はリカではないミオさんに対してだったのだ。突然ミオさんが涙を流しながら叫んだ。リカさん、いつもうちは仲がいいとか言ってさ、自慢ばかりしてムカつくのよ。こちとら毎日中止めのいびりに耐えてるってのによ。何を言ってるんだと、テツコさんの声がして一同は振り返った。いつの間に持ってきたんだろう。テツコさんは旅行カバンを地面に座り込んでいるミオさんの前にどさっと投げ捨てると、もしかして家事を一切やらないから注意したり、毎日浴びるようにお酒を飲んでるからほどほどにって言ったり、ユージのお財布からお金をくすねたからやめろと怒ったりしたことを、あんたはいびりだとそう言ってるのかい。だって結婚した時はそんなんじゃなかったのに、お前は母さんの優しさに甘えて怠けて調子に乗っていただけだろう。それはその、妖精様にこんなことしてさっさと出て行きな。出て行くって私家族にも縁切られてるのよ。どこに行けって言うのよ。ミオさんがギャーギャー騒いでるのを無視して、テスコさんとユージさんは、
リカさん、パニカーさん、パニーさん、大変申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでしたと俺たちに土下座をした。ところが引き続きミオさんが騒いでうるさかったので、これじゃあ近所迷惑ね。寒いですし、ミオさん、ひとまずうちの事務所に行きましょうか。パニゴの一声にテスコさんがミオのカバンを持ち、リュウジさんがミオの腕をガシッと掴んだ。ちょ、やめて、やめなさいってば。ミオさんはリュウジさんによって駐車場の車の中へポイッと放り投げられた。それを見届けたパニコも自分の車に乗り込み、2台の車は走り去ってしまった。その際、ミオさんが泣きながら車の後部座席で窓を叩いて俺たちに何か叫んでいたようだが、分厚い窓ガラスによってミオさんの声は遮られ、俺たちに全く届くこともなかった。その後、当然だがミオさんとユージさんは離婚。敏腕弁護士パニコの力もあり、リカはミオさんから多額の慰謝料を受け取った。うちにはパニコという頼りになる妹がいるので、今回は警察には行かず、こういった形にしたのだが、家を追い出されたミオさんはリカに支払った慰謝料分、金融会社に借金していたので返済するためにバイトを始めた。だがどうしても住むところが見つからず、なんと徹子さん宅の屋根裏にこっそり住み着いていたんだと。家の鍵は当然徹子さんに返していたから、トイレの窓から侵入していたらしい。それをリカが目撃して牢屋に収監されてしまった。ユージさんや徹子さんから金品も盗んでいたみたいだし、しばらくはシャバに出られないだろうな。さて、一方の俺たち家族はというと、今回の一件でなんだか俺よりもリカの方がパニカーと仲良くなってしまった。俺とパニカーよりもリカとパニカーの方が血のつながった親子に見える瞬間すらある。そういえばあれから俺とリカはパニカーにこう頭を下げまくっていた。ごめんパニカー、俺パニカーがリカをいびってるんだと誤解してて、私がお母さんの言うことを聞いてればこんなことにはならなかったのに、本当にごめんなさい。二人とも頭を上げなさいって。何はともあれ解決したんだ。めでたしめでたし。ただいま。えて、また二人ともパニカーに土下座してるの？パニコ、パニコさん、その節は本当にお世話になってありがとうございました。それも何回も聞いたってば。それより三人とも鶏鍋の材料を持ってきたわよ。もちろん締めはそば。よっしゃ、それじゃあ早速準備するかね。は、私も手伝います。それじゃあ俺も。パニーはお酒買ってきて、リカさんはお蕎麦を茹でて、パニコは食材を切ってちょうだい。私は他のおかずを準備するからさ。了解。さあ張り切って準備するわよ。いしし。私はパニコ、22歳です。以前は両親と一つ下の妹のナナミと4人で一緒に暮らしていて、私たちはどこにでもいる普通の幸せな家族でした。ナナミは正義感がとても強い子で、小学校で嫌がらせを受けている子の身代わりになったり、車にひかれそうになっている猫をかばって大怪我したりするような、そんな子。ナナミと私は仲良し姉妹でした。ところが父が数年前に事業を立ち上げ大失敗。父に多額の借金ができ、私たち家族の間の溝が深まっていきました。ちょっとあなた、また昼間から飲んでるの？借金があるのに仕事探しはどうしたのよ。うるせえ、それより酒食ってきやがれ。あー、もうあなたと一緒の家にいると気がおかしくなりそう。私出かけてくる。酒なら自分で買ってこいっての。なんだと？俺の命令が聞けないのか。父は酒に溺れ、そんな父とよく喧嘩するようになった母も、いつしか家事をしなくなり遊び歩くように。もともと後先考えない破天荒なところがあった両親だけど、ここまでひどくはなかったのに。しかも生活費と父の酒代、母の遊ぶためのお金で借金はますます膨れ上がっていく。七海も両親が毎日怒鳴り合いしている姿を目の当たりにして、すっかり精神がやられてしまい、毎日私の前で涙していました。だけど私まで弱っていたら何も変わらない。姉の私がしっかりしなくちゃ。また前のような家族に戻りたいと考えていた私と、そして七海もアルバイトの時間を増やし、
ほとんどの給料を両親に渡しました。本当は私にはイラストレーターになりたいという夢があったけど、今はそれより家族のことの方が先決。夢はいずれ絶対に叶えてみせるしね。ところがある日の夜、私がいつものように夜バイトから帰ると、ななみちゃん、今日はななみちゃんの大好きなハンバーグ、お母さんが久しぶりに作ってあげる。ななみ、後でお父さんと散歩にでも行こうか。ななみと話したいことがたくさんあるんだ。連日罵声を浴びせ合っていた両親がニコニコとななみに話しかけていました。な、何があったんだ。恐る恐る両親に、お父さん、お母さん、ただいま、言うと、あんた帰ってきたの。成人したのにいつまでうちに座る気？は？ななみはこの先もずっとうちにいていいんだからな。ななみは俺たちの娘なんだから。あいつはどうでもいいけど。何それ、ひどい。私が成人してもこの家にいたのは、両親に稼いだお金を少しでも多く渡して借金を返済してもらうため。両親はお互いに罵声を浴びせることはあれど、今まで私とナナミにひどいことを言ってくることはありませんでした。私とナナミがこの家の生活費を稼いでいたからね。両親がなぜ突然私にだけひどいことを言ってくるのか分からず、思わずその場に立ち尽くして固まっていると、ほんと、あんたいつまでこの家にいる気なの。さっさと出て行きなさいよ。ナナミ？なんとナナミまで私にそんなことを言い始めたのです。この時から両親はナナミを溺愛して私のことをけなし、ナナミもお前の顔なんてもう見たくない、早く出て行けと怒鳴ってくるようになりました。この数年間、この家の生活費を稼ぎながら喧嘩する両親を見て弱っていくナナミのことを私なりに支えていたつもりでした。この仕打ちはあまりにひどすぎる。そうして私は数日後、言われた通り家を出て行くことにしたのです。出て行く日はくしくも私の誕生日の翌朝。住まいはこれから決めるとして、一旦宿泊する格安のゲストハウスにチェックインしてバイトに向かう予定でした。3人にも自分の誕生日の翌朝に実家を出ていくことを伝えたんですが、私が家を出ていく前夜、私の誕生日当日、父はいつものように外へ飲みに、母は遊びに、七海はバイトへ出かけていきました。おそらく3人とも帰ってくるのは深夜になるでしょう。最後の晩くらい、家族みんなでご飯を食べようと言ってくれるかもと淡い期待を持っていた私でしたが、そうよね、やっぱり一人ぼっちか。目の前にあるのは一人分のディナー。自分で作ったもやし炒めを食べてみたけど、寂しくて寂しくて味がしない。この数年間、家族のために自分なりに頑張ってきたつもりだったのに、悔しい悔しい。絶対に幸せになってあの3人を見返してやる。大量の悔し涙を流しながら一人で食事していた時、突然家のインターホンが鳴りました。玄関のドアを開けると、そこに見知らぬ男性が立っていて、夜分にすみません、お姉さんですか、このお宅の。え、はあ、私パニコレ出版のものでして。そう言ってアツシさんは私に名刺を渡してきました。パニコレ出版って超大手の出版会社じゃない。しかも社長、なんでそんな人がうちに。実はあなたのイラストを拝見しまして、我が社の専属イラストレーターとしてお仕事してみませんか。はあまりに唐突な話にかなり疑ってしまいました。そりゃ SNS にイラストをいくつか載せているけど、家に直接こんな仕事の依頼をしてくるなんておかしいでしょ。しかも社長自らってありえなくない。とてつもなくこのアツシという人物が怪しく思えてきて、私はお断りしますとだけ言い、玄関のドアをさっさと閉めました。ただ本当にあの人がパニコレ出版の人なのかどうしても気になったのよね。私はホームページで調べたパニコレ出版の電話番号へ電話を入れてみました。すると電話に出た人は、私が社長から専属イラストレーターになるオファーをもらっていることを把握していて、一度パニコレ出版に来てほしいとまで言われたんです。これって本当に本当の話なの。パニコレ出版の専属イラストレーターになるなんて相当すごいことです。その翌朝、私は予定通り実家を出て
ゲストハウスにてチェックインを済ませ、バイトを終えた後でパニコレ出版に行きました。こんにちは、お待ちしておりました。私が専属イラストレーターだなんて、本当の話なんですか？それは本当ですよ。冗談でこんな話しません。私てっきり騙されてるのかと。それから私は社宅で暮らしながらパニコレ出版の専属イラストレーターとして働くことが決まったんです。有名な大手出版社の専属イラストレーターということで、それなりに仕事も舞い込んでくるようになりました。アルバイトを辞め、会社で打ち合わせをし、自宅でイラストを描きまくる、そんな日々を送っていました。時には寝ずに仕事をすることもあり、大変なこともあったけれど、私をコケにした両親と斜めを見返すためだと思ったら、全然ヘでもなかったわ。そしてあの日も会社に来るように言われて、オフィスのあるビルへ行きました。しかし出版社のビルの前に、パニコ、パニコったな、久しぶり。え、おお、パニコ。なんで。なんと父と母が立っていたんです。あなた結構売れっ子になったんですね。さすが私の娘だわ。は？もうすぐうちの借金を全額返済できる当てができるんだよ。まだこのことはナナミには内緒にしておいてほしいんだが、また家族で一緒に暮らそう。お前が家に帰ってくれたらお父さん安心してまた起業できる。今度こそ成功するから協力しろ。パニコのイラストを使って家族で大儲けしましょう。パニコはもともとこの会社のものじゃない、私たちのものよ。そしたら借金完済できる上に大儲けできるぞ。何この人たち、都合良すぎるでしょう。あなたたちのせいで私がどれだけ辛くて孤独な日々を送っていたと思ってるの？いきなり手のひら返してきてふざけんな、この野郎。最低、二度と私の前に現れるな、この底辺が。そうとなると、ビルのエントランスホールにあるエレベーターの中へ駆け込みました。奴らも追ってきたのですが、受付の人に引き止められて、さすがに中まで入れず、エレベーターのドアが閉まる間際、あの毒親たちが、待ってパニコ、せっかく私たちが家族に戻るチャンスをやりに来てやったのに。あいつ誰が今まで育ててやったと思ってんだ、と言っているのが聞こえました。なんなのやあいつら、今更こんなところまで来て。その後私は息を整えながらオフィスに入ったのですが、今日は打ち合わせではなく社長室に行ってくれたのこと。言われた通り社長室に行くと、失礼します、社長、お疲れ様です。オフィスで社長室に行くように言われたんですが。ええ、パニコさんにお願いしたいことがありまして。驚かないで聞いてほしいんですが。驚かないでと言われたけれど無理でした。まさか私の知らないところでそんなことになっていたなんて。アツシさんのお願いをもちろん聞き入れることにした私。そしてあいつらにしっかり自分のしたことを反省させるべく、私は立ち上がったのでした。翌週の日曜日、アツシさんに言われた通り、私はとあるホテルに行き、ある部屋のドアをノックしたんです。ドアが開くと、あ、お姉ちゃん、なんであんたがここにいるの？そら、俺たち家族の幸せを邪魔するな。中にいたのは両親とナナミ。ナナミは一瞬うつむいた後で、二度と私たちの前に現れないでと言ったんですが、ナナミ、お父さんとお母さんの前だからってもうそんなお芝居をしなくてもいいんだよ。突然声がしたかと思ったら、私の後ろにアツシさんが立っていました。私も聞いた時はびっくりしたんですけど、実はアツシさんとナナミ、今度このホテルで結婚式を挙げるんですって。で、アツシさんは両親とナナミに結婚式の打ち合わせをするから来てほしいとここに呼び出したみたいなんですけど、それは真っ赤な嘘。本当は今日私と3人合わせるのがアツシさんの目的だったんです。ナナミ、全部アツシさんから聞いたわ。お父さんとお母さんがうちの借金を私に肩代わりさせようとしていたのを知って、あなたがわざと私を実家から追い出そうとしたこと、両親にもそうするように言ったこと、そして自分の婚約者であるアツシさんに頼んでパニコレ出版の専属イラストレーターとして私を雇ってほしいと頭を下げたことも、自分一人でうちの借金を何とかしようとしていたこともね。一人でって何それ。結婚式が済んだらアツシさんにうちの借金を一括で返済させるって約束だったら、ナナミ、どういうことだ。
そうよ、だから私たち今までナナミにもアツシさんにも兵暮らしてたっていうのに、パニコに借金の肩代わりをさせるのもなしにしろって話も全部受け入れたのよ。ナナミはそういう風にあなた方に言っていたみたいだが、ナナミ自身は俺にそこまで迷惑をかけられないと言って寝ずに働いて金を稼ぐつもりだったらしいですよ。そしてアツシさんは父と母を指さしてこうナナミに言ったんです。ナナミ、お前は間違ってるよ。お前がこの人たちの過ちまで全部背負うのは違う。お前がすべきなのはこの人たちに自分の行いを反省させるためにこの人たちと縁を切ることなんじゃないのか。だって私どうしたらいいのかわからなくて。ナナミがその場に泣き崩れました。ナナミ、なんで一言も相談してくれなかったの。お姉ちゃんに相談したら、お姉ちゃんは優しいからきっと家族のために借金の肩代わりを引き受けちゃうんじゃないかって思ったの。私はお姉ちゃんにイラストレーターとして成功してほしかった。お姉ちゃんの夢は私の夢でもあったから。ナナミ、この野郎、ふざけんじゃねえぞ。借金取りにもすぐに完済できるって約束しまってるんだぞ。ナナミ、あんたが借金を肩代わりしなさい、約束したんだから。明日にでも借金取りにあんたを引き渡して。黙りやがれ。二人は短い叫び声を上げて後ずさりしました。やっぱり今日全てをあなたたちに話したら今度はナナミに借金の肩代わりをさせようって考えると思ってましたよ。俺が絶対そんなことはさせません。うちの会社の弁護士にも相談済みです。あなた方がそんなことをできないようにもう根回しは全部済んでる。なんだと。あなた方とは縁を切らせていただく。それでいいよな、ナナミ。ナナミがアツシさんの言葉に一度こくりとうなずくと、冗談じゃねえよ。じゃ、借金返済はどうしてくれるのと、そこで両親がナナミにつかみかかろうとしたんですが、アツシさんがそれを阻止。さらにその瞬間、外でずっと聞いていたんでしょうか、ガタイのいい男性が数名入ってきました。おそらくこうなるかもしれないことを予想して、アツシさんが呼んでいた助っ人なのでしょう。話しやがれ。パニコ、ナナミ、どうにかしろ。今まで自分を育ててくれた親を見捨てるっていうのか。そうよ、あんたらのせいで私たちこれから大変なことになるかもしれないってのに。自己中で勝手な言い草に私たちは呆れてしまい、お互い顔を見合わせため息。もう話をしていても埒が明かないので、とっとと帰ることにしました。言うべきことは言ったし、その後の対処は弁護士にお任せするし、この人たち日本語通じないしね。アツシさんに促され、アツシさんとナナミと3人でその部屋を出るとき、私は2人にこう言いました。私たちをここまで育ててくれたことは感謝してます。だけど当然のように実の娘に借金肩代わりさせようとしたり、実の娘を使って大儲けしようとしたり、そんなの親って言わねえんだよ。それに借金はあなたたちが作ったものでしょ、私たちのせいにしないで。両親は言い返す言葉が見つからなかったのでしょう。屈強な男たちに押さえつけられながら目を泳がせていました。それからはアツシさんが全力で私とナナミを守ってくれたため、両親に私たちの所在が知られることはありませんでした。そして数年後、借金取りによってあの毒屋たちが中東のどこかの国の奥地に飛ばされたことを聞きました。言葉も文化も違う国で仕事をし、こき使われ生きた心地がしない毎日を送ってるんですって。まあ自分でやらかしたことの尻拭いは当然でしょうね。さて一方の私たちはというと、あれから私たち姉妹はよく一緒に出かけるようになりました。ナナミの結婚式に私ももちろん出席。披露宴号泣しちゃったな。そうそう、アツシさんとナナミの新居にも遊びに行ったんですけどね。結婚式で話してた二人の出会いの話、思わず笑っちゃったわよ。電車の中でおばあさんに同人席を譲って喧嘩したのがきっかけだなんて。私が譲るって言ってるのに、アツシがいやいや俺がって強情なんだもん。だって俺が最初におばあさんに気づいたんだからな。違うって、私はおばあさんを見た瞬間声をかけたんだから。俺がバッグに文庫本しまってる間にナナミが声かけちゃうんだもん。俺の方が行動を起こしたの先だし。微笑ましい似た者夫婦ね。それにしても二人ともありがとうございます。私二人にイラストレーターになる夢を叶えてもらったから。
それは違うよ、お姉ちゃん。え？お姉ちゃんに才能があったからよ。そうですよ。確かにきっかけはななみだったけど、当然それだけではパニコさんうちの専属になんてできませんでしたよ。そうそう、これからもお姉ちゃんのファン1号として応援してるからね。あ、ファン1号は俺だし。あのね、私は小さい頃からお姉ちゃんのファンだったの。でもストップありがとう。私、2人が末永く幸せでいられるよう祈ってます。イシシ。私の名前はパニコ、25歳の会社員です。大学卒業後、今の会社に勤め始めて3年が過ぎました。入社当時は右も左も分からず、先輩たちに迷惑ばかりかけていた私ですが、今では仕事を任されることも多くなり、充実した毎日を送っています。それもこれも入社当時からいろいろと私の面倒を見てくれている3つ上のかなこ先輩のおかげ。先輩はいつも的確なアドバイスをくれて頼りになるし、スタイル抜群の美人で性格もすごくいいの。私の憧れの人なんですよね。今日の昼休みも一緒にランチを食べに行きました。バニコさん、今度中途の新入社員が入るんだって。バニコさんと同い年みたいだけど、何か聞いてる？え、そうなんですか？全然知りませんでした。かなり優秀な男性らしいわよ。うちの社長が他社から引き抜いたって話。私と同い年なのにもう引き抜きに合うなんてすごいですね。どこの部署に配属になるんでしょうね。さあ、でもなんだか楽しみね。すごいイケメンだったりして。イケメンだったらきっとえぐみさんが黙ってないでしょうね。えぐみさんというのはかなこさんと同期の女性。ちょっとというか、かなり癖が強いんですよね。自分のことをめちゃくちゃイケてると思ってるらしく、何かと私たちにマウントを取ってくるんです。ブランド品自慢や合コンでのモテ自慢は毎度のことで、いちいち人を見下す発言をしてくるタイプなの。後輩社員には威張り散らして仕事を押し付けてくるくせに、上司や男性社員には媚びを売って猫なで声で接して気持ち悪いったらあれしない。まあ要するにすごーく感じの悪い人なんですよそうね、最近ますます結婚願望が強くなって、取引先の男性陣も自分が狙われるんじゃないかってビビってるもんね。ほんと、あの労力をもっと仕事に使ってもらいたいですよ。あの人全然仕事してないじゃないですか。やることなすこといい加減で中途半端だし、給料泥棒もいいとこですよ。あら、パニコさんも言うようになったわね。昔はよくえぐみさんに泣かされていたのに。ほんと、あの人にはよくいびられましたよ。ま、今では私も相当ずぶとくなりましたけどね。いしし。数日後、その日私が会社へ出社すると、何やら女性社員が集まっていました。みなポワーンとした表情で、これは何事？え、どうしたの？みんなで集まって何の話？私は同僚の夏美に聞いてみました。ちょっとパニコ、今日から新入社員が来たんだけど、すっごいイケメンでやばいわよ。ああ、そういえばこの間かなこ先輩の言っていた人、今日から出社なのね。ふーん、優秀な上にイケメンとは。他の社員たちもキャーキャー言ってすっかり浮かれています。特にえぐみさんはめちゃくちゃ張り切っていて。あのイケメンは私のものよ。あんたたち、私がいいって言うまで話しかけるんじゃないわよ。勝手な真似したら許さないわよ。だって、うへー、あの人会社に何しに来てるんだか。と、そこへ社長が新入社員を連れてやってきました。今日から企画部で働いてもらう最上卓くんだ。皆様よろしくお願いいたします。最上卓ね、どこかで聞いたことがあるような。それにあのクリッとした目には見覚えが。あ、もしかして最上さんも私の方をじっと見ているみたい。もしかしてあなた、すぐる、あのちびっこの、そのおかっぱ頭、パニコ。パニコじゃん。やっぱり。実は私たち子供の頃の幼なじみなんです。当時はパニーと私、すぐるの3人でよく近所の公園で遊んだものです。中学までは同じ学校へ通っていたんですが、すぐるは親の仕事の関係で転校、風の噂で
東京の大学に入ったとは聞いていましたが。まさかパニコに再会できるなんて。パニコ全然変わってないな。俺一発で分かっちゃったよ。スグルは背も高くなってすごいイケメンになっちゃって、名前言われなきゃ全然分かんなかったわよ。いやいや、中身は大して変わってないし。パニも元気にやってんの？元気元気。相変わらず恐竜のフィギュア集めて一人遊びしてるよ。懐かしいな。唖然とする周りの人をそっちのけで、私たちは久しぶりの再会を喜び合っていました。すると私たちの間に割って入ってきた人が、パニコさん、スグル君と知り合いなんだ。ずいぶん盛り上がってるみたいだけど、パニコさんたら彼のお仕事の邪魔しちゃダメじゃない？ごめんね、スグル君、この子社会常識に欠けていて。はぁ、スグルもポカンとしています。はいはい、それじゃおのおの自分の仕事に戻って、パニコさんも席に戻りなさい。そう言うとえぐみさんは私の肩をガシッと掴んで無理やり席に連れ戻しました。パニコ、後で連絡するね。私の背中にスグルの声が響きましたが、振り向くこともできず。そして席に着いた私にえぐみさんはこう言ってきました。あのさ、あんた彼とどういう知り合いなわけ？ああ、偶然なんですけど、スグルは幼馴染なんですよ。10年以上会ってなかったのに、まさか同じ会社に勤めるとは。そうなんだ。でもね、彼は私のものだから、あんたは二度と話しかけないでよね。は？冗談じゃないですよ。何言ってるんですか？私は好きな時に好きな人と話をします。私ははっきりと言ってやりました。だってあまりにドキュンで常識なさすぎなんですもの。でも私が反論してくると思っていなかったのか、えぐみさんはギョッとした顔をしていました。昔はえぐみさんの無茶ぶりに言い返せず、トイレの個室でメソメソ泣いたこともありますが、いつまでも新卒の世間知らずだと思ったら大間違いよ。私だってそれなりに社会経験を積んで、自分の意見はビシッと言えるようになったんですからね。生意気な、あんた覚えてなさいよ。こう言い残し、その場はそれで終わったんですが、なんか嫌な感じ。その日の夜、自宅へ帰った私は早速パニーにスグルのことを報告しました。というわけで、あのスグルがうちの会社に入ってきたのよ。びっくり仰天よ。へえ、スグルが。小さい時は俺の後をついてきて、よく転んで泣いてたよな。懐かしいな。でもね、今では背もパニーより高いし、すっごいイケメンになってたのよ。女性社員がキャーキャー言って大変なんだから。仕事もすごくできるみたいだし、私もちょっとドキドキしちゃった。坊主頭のヒョロスケだったのにな。まあそういうパニーも中学まで坊主頭だったけどね。そこへ姉のパネーが登場。あら、懐かしい名前が出てきたわね。スグルくん、パニコのことが大好きで、引っ越しの日パニコが会いに行ったのに泣き顔見られたくないって、パニコに会わないままいなくなっちゃったのよね。そうだったっけ？そうよ。あれ？ちょっと待って。あらら、パニコ、あなた、トラブルの層が出てるわよ。トラブルって？パネーには昔から不思議な力があって、パネーの予感って絶対当たるんですよ。なるほど。パニコには珍しく異性絡みのトラブルだけど。珍しいって、我が姉ながら。ちょっと失礼ね。なるほど。大丈夫。最後に笑うのはパニコだから心配いらないわよ。パニコはいつも通り正直に自分を信じて生きればいいわ。そうなの？パネがそう言うならきっと大丈夫だろうけど。不安な気持ちになったものの、結果オーライならなんとかなるでしょう。でもやっぱりパネの予感は見事に的中。次の日、私は早速トラブルに巻き込まれたんです。次の日、その日私が出社すると、机の上には山のように書類が積まれていました。これ何なの？すると私の様子を見ていたえぐみさんが満面の笑みで近づいてきて、パニコさん、それ全部目を通して資料を作っておいてね。金曜日の会議で使うから急いでよ。今日水曜日なんですけど。
ええ、2日間しかないじゃないですか。それに私今別のプロジェクトの準備もあって。つべこべ言わずにさっさと仕事に取り掛かりなさい。先輩の言うことは素直に聞きなさい。いやいや、これって明らかに嫌がらせですよね。この仕事ってえぐみさんの担当ですよね。なんで私が。すると、えぐみさんはしれっとこう言ったんです。私ならちゃっちゃとできちゃうけど、パニコさんにお勉強させてあげようと思ってね。こういう経験って必要でしょ。わざわざ私の仕事を回してあげたんだから感謝してね。感謝なんてするわけないでしょうが。でもここでグダグダ言ってもえぐみさんは絶対に私に仕事を押し付けてくるに違いありません。私はぐっとこらえて仕方なく仕事にかかりました。結局会議には間に合ったものの、私は2日続けて深夜まで残業。おかげでスグルと夕食を食べに行く約束をしていたのにキャンセルになっちゃいました。ごめんねスグル、仕事が終わらなくて。仕方ないよ、この先いくらでも機会はあるからさ。うん。ところで俺今日パニコと同じ部署のえぐみさんって人に夕食に誘われたんだ。ああもちろんパニコと約束あるからと断ったんだけど、あの子当分残業続きで無理よって言われたんだよね。え、あの女め、人に仕事を押し付けて私とスグルを合わせないつもりだったのね。おまけに当分って何よ、この先も私に仕事を押し付ける気満々じゃないのよ。そうなんだ。えぐみさんってイケメン好きだからスグルのことめちゃくちゃタイプだと思うよ。いや俺そういうのは、俺には好きな人がいるしさ。ああそうなんだ。まあかっこいいし仕事もできるし、彼女がいないわけないよね。そっか。あ、それじゃ私と2人で夕食とかまずくない？やだ、私ったら気が利かなくてごめんね。もうそれならそうと言ってくれればいいのに。いいよ。ああでもさ、2人っきりじゃなきゃ大丈夫よね。じゃあ今度パニーとパネーも一緒にランチでもしようよ。でもさ俺はパ私さよく言われるんだよね、パネーに鈍感だねって。あ、そっか。じゃあまた連絡するね。こう言って私は会話を終えたのです。それにしてもえぐみさんたら、スグルが彼女持ちだと知らないでもうアタックするなんて残念でした。でもえぐみさんは私が思っていた以上のドキュンだったんです。数日後、その後もえぐみさんの私に対する態度は変わらず、いやそれどころか嫌がらせはますますエスカレートしている感じです。私がスグルに挨拶しただけでも必ず間に割って入ってくるし、私へ押し付ける仕事の量も半端ありません。ちょっとでも文句を言うと倍返しされるので仕方なくこなしていますが、残業に次ぐ残業で私はすっかり疲労困憊です。そんなある日、社内で偶然会ったスグルと少し立ち話をしていたら、パニコ？あれ？ちょっと見ない間になんか休れた？ちょっと忙しくてね。あんまり頑張りすぎるなよ、昔からパニコは無理するタイプなんだから。うん、ありがとう。ところでスグルの方は順調？困ってることがあったら相談してね。一応社内では私の方が先輩だしね。ほらそうやって自分より人の心配ばかりして。ったく昔から全然変わってないんだから。俺の方は順調だよ。それよりあのさ、この間の電話での話。するとそこへまたまたえぐみさんが現れました。ったくこの人ったら私のことを監視でもしてるのかしら。あらパニコさん、私が頼んだ仕事は終わったの？あ、もう少しで終わります。ちょっと気分転換にコーヒーでも飲もうかなって思って。ったく仕事もせずに男の人に夢中になって、早く仕事に戻りなさい。偉そうに言うえぐみさんに思わずカットしちゃいました。だって私は普通にスグルに挨拶してただけなのに。夢中なのはあんたの方でしょ。でもえぐみさんはそんな私の様子なんてお構いなし。スグルさん、こんなこと話してないで私とお茶でもしに行きませんか？私今ちょうど手が空いてるんですよね。それかディナーでもどうです？えんがー、手が空いてるなら私に押し付けた仕事をしろっちゅうの。それにズーズーシーにも程があるわよ。私は思わずえぐみさんに耳打ちしちゃいました。えぐみさん、スグルには彼女がいるみたいなので、そういう発言はいかがなものかと。
私は親切のつもりで教えたんですが、えぐみさんから返ってきたのは予想外の言葉でした。ふーん、そうなんだ。そんなの全然平気だって、私の方が魅力的に決まってるもん。てか彼女がいたって奪っちゃえばいい話でしょ。あちゃー、会話を聞いていたスグルも目が点です。ほら、パニコさんはさっさと席に戻って仕事の続きをしなさい。私はもうちょっとスグルさんと親交を深めて。ああいや、俺も仕事があるんで。それじゃあパニコ、また後でな。そう言うとスグルはそそくさといなくなってしまいました。ちっ、逃げられたか。えて、そりゃ逃げるでしょう。そして次の瞬間、さっきまでの満面の笑みはどこへやら。えぐみさんは鬼のような形相で私を睨みつけてきたんです。あんたさ、いい加減にしてよね。スグルさんは私が目をつけたんだから邪魔しないでよ。って、私は普通に話をしてるだけ。言いがかりも大概にしてください。私たち普通に挨拶していただけですし。生意気に口答えするんじゃないわよ。幼馴染だかなんだか知らないけど、慣れ慣れしく話してるんじゃないわよ。完全に逆切れ状態じゃん。これじゃ何言っても無駄よね。私は諦めておとなしく仕事に戻りました。だって余計なこと言ってこれ以上キーキー言われても疲れるだけですしね。でも私とスグルの中に嫉妬したえぐみさんは、その後もますます私をいびってきたんです。パニコさん、この資料なんだけど、ここと、ここと、ここ、間違ってるわよ。え、確かに誤字や数字の間違いが。きちんと確認してえぐみさんにファイルを渡したはずなのに。申し訳ありません、次回から気をつけてもう一度確認します。あんた使えないわね、気をつけてよね。その場では頭を下げた私ですが、どうにも納得いかないんです。だって私、これまで資料の誤字や数字を間違えたことなんて一度もないんですよ。必ずダブルチェックをしてるし。また別の日には他の同僚の前でこんなことを言われたんです。パニコさん、この間頼んだ仕事、今日までなんだけど終わった？え？えぐみさん、来週まででいて。はあ？自分の仕事が遅いのを私のせいにするわけ？え、そんな、だって本当に。言い訳しないで。そもそもあんたはね、ミスが多い、仕事が遅い。同僚たちが何事かと見守る中、えぐみさんは調子に乗って続けました。あんたみたいなのがいると、周りがみんな迷惑するよ。あんたさ、はっきり言わせてもらうけど、この仕事向いてないんじゃないの？迷惑だからやめろ。この人何言ってんの？言っちゃなんだけど、私かなり優秀で、えぐみさんより頼りにされてるんですよ。えぐみさん、絶対にわざとミスを私のせいにしていびってるでしょ。あ、もしかしてこの前の資料の件も。私ピンときちゃいました。この人、私の渡した資料に細工したに違いないわ。私とスグルの中に嫉妬するあまり、私を退職に追い込むつもり？うんがー、この女、許すまじ。私が怒りの炎をメラメラと燃やしていると、かなこさんと夏美が私たちの間に割って入ってくれたんです。えぐみ、あんたいい加減にしなさいよ。パニコさんがそんないい加減な仕事をするわけないでしょ。そうですよ、だいたいえぐみさん、パニコさんに仕事を押し付けすぎですよ。そんな、私はパニコさんに社会人としてもっと成長してもらえればと思って。成長すべきはお前じゃ。同僚たちの援護を受け、私も俄然やる気になっちゃった。何が成長ですか？えぐみさん、私に理不尽な嫉妬をしてるだけでしょ。そうよ、これまで同期だからと思って我慢してきたけど、いい加減あんたにはうんざりよ。そうだそうだ、パニコをいじめるな。するとえぐみさんはまたまた的外れなセリフをぶちかましてきたんです。何よ、あんたたち、私がイケててモテるからって嫉妬しないでよ。イケてるとかモテてるとか、それと仕事に何の関係があるんですか？公私混同も大概にしてくださいよ。私が冷たく言い放すと、えぐみさんは顔を真っ赤にして私に突進してきたんです。ねえ、この生意気なちびっこめ。その姿、まるで獲物を追いかけるイノシシ。あ、危ない！とその時、私の体がふわりと宙に浮き、気がつくと私はスグルの腕の中に抱え上げられていました。突進してきたえぐみさんはそのまま壁に向かってまっしぐら。え、スグル、なんで？いや、
パニコがトラブってるって聞いて、俺慌てて走ってきたんだよ。えぐみさん、パニコに何をするんですか。スグルは床に伸びているえぐみさんに向かって言いました。おでこに大きなタンコブができてるけど、なんとか無事みたいね。え？やだ、冗談だってば。ちょっと驚かそうとしただけ。ごまかそうとしても無理だってば。俺の大切なパニコになんてこと。パニコに嫌がらせするやつは誰であろうと許さん。その言葉にその場にいた人たち全員がびっくり。は？大切なパニコってどういうこと？え、だってスグル好きな人がいるんじゃ。お姫様抱っこをされたまま私はスグルを見つめちゃいました。だから俺の好きな人ってパニコのことなんだよ。だけパニコったら勝手に勘違いして俺が誰かと付き合ってるって思ってるみたいだけど、俺は子供の時からずっとパニコが好きだったんだよ。もうほんと昔から鈍感なんだから。スグルの好きな人が私？初日にパニコに再会した時に確信したんだ。俺の運命の人はやっぱりパニコだったって。ずっと言おうと思って機会を伺っていたんだけど、パニコ、俺と付き合ってください。そんなだって実は私もスグルのことが。でも付き合ってる人がいると思い込んでいたから諦めようと努力していたの。よろしくお願いします。抱っこをされたまま私は頬をあからめて答えました。周りの人たちからは祝福の拍手。そして一人取り残されたえぐみさん。ちょっと待ってよ、何二人の世界に入っちゃってんのよ。すぐるさん、こんな子より私の方がずっといい女でしょ。みんなで無視しないでよ。何か叫んでいたみたいだけど、私とすぐる同僚たちも完全に無視。何がイケてるモテ女よ、惨めな嫉妬女のマスロ、ざま。その後私に突進した件や人の仕事を勝手に改ざんしていた件、これまでの業務怠慢等が明らかになって、えぐみさんは会社をクビに。しばらくは永久就職を狙って証拠りもなく合コンに精を出していたみたいだけど、結局誰にも相手にされず、今では自暴自棄になって酒とギャンブルに溺れる生活を送っているようです。私はというと、スグルとの交際も順調で幸せな毎日を送っています。今日はスグルが我が家に遊びに来てるんですよ。おー、久しぶり。すっかり大人になって俺よりイケメンじゃないか。まさかスグルくんがパニコと付き合うなんてね。人生って不思議よね。ま、私には分かっていたけれど。こうしてまたみんなと会えるなんて感激です。今の俺があるのはパニケの人たちと過ごした日々のおかげなんですよ。今でも一番の思い出なんです。コレタくんにも会いたかったけど。ごめんね、コレタは今ロンドンでマダムタッソーの老人形に負けないくらい人形になりきろう協会のイベントがあって。でもスグルにすごく会いたがっていたわよ。そうなんだ。子供の頃から不思議な子だったけど今も健在なんだね。さすがパニケだね。いしし。私はパニコ、デパートに勤務する22歳です。姉と父の折り合いが悪く、高校卒業後に家を出た私。それから一切この二人とは口を聞いていません。母のことは大好きで、今でも一緒にご飯に行ったり買い物に行ったりしてるんですが、姉を溺愛している歪んだ性格の父と、その父に溺愛されてどうしようもない性格に育った姉のことは大嫌い。母は私たち姉妹を分け隔てなく育ててくれたんですが、私はそんな環境が嫌で一人暮らしを始めたんです。そんな私、実は今日は3歳年上のコウタとの結婚式なんです。周りからまだ早いって言われたけど、私はずっとこの日を夢見ていました。コウタはデパートに出入りする別ブランドの営業さんで、私を一目で気に入ってくれたんです。2年の付き合いを経て半年前にプロポーズ、そしていよいよ今日結婚するの。でね、一応結婚するから実家に挨拶しなきゃって思って、ものすごく久しぶりに帰ったんだけど、父はなんだか興味なさそう。母は喜んでくれて、母のためにも報告に来てよかったって思いました。姉はなんだかコウタにしつこくしてるみたいだから、報告終わったら速攻で帰りましたけどね。今日は朝から結婚式と披露宴、
親戚はもちろん、学生時代の友達や会社の人たちも来てくれて本当に幸せ。入籍は明日行くつもりです。今日で今までの私とはおさらばできると思うと、それだけで私の心は晴れ晴れとしています。今日のコータはすごく緊張してるみたい。私よりも緊張感がすごいみたいで、なんか顔色も悪いんだけど。コータ大丈夫？なんかだんだん顔色が悪くなってる気がするよ。な、だ大丈夫だよ。大丈夫そうに見えないんだけど。もうすぐ式が始まる時間、コータは本当に大丈夫なのかな。コータを心配していると突然ゲスト席の方から大きな泣き声が聞こえてきました。ね、この声はもしや。私は泣き声のする方に目を向けたんですが、この女、結婚式までぶち壊す気かよ。そこで泣いていたのは私の1歳年上の姉、琴音。琴音の泣き声に周りの人たちも驚いています。そりゃそうですよね。感動して泣いてるのかしらね。妹思いの素敵なお姉さんだね。そんな声まで聞こえてきて、私は幸せな日なのに胸クソが悪くなってます。だってね、この琴音は私の結婚式で感動して泣くような人間ではありませんからね。きっと、いや絶対何かあるんです。パニコはごめんなさい。え、謝罪？どういうこと？わざとらしい泣き真似をする琴音を見て、私は嫌な予感しかしませんでした。私ね、実は新郎の子を妊娠したの。え、今なんて？だからお腹にコウタ君との子を妊娠してるの。あんたがコウタ君を家に連れてきたあの日から、私とコウタ君の運命が動き出したのよ。はあ？よりにもよって今日は結婚式ですよ。そして今の言葉に招待客の人たちも一瞬思考停止中になってます。もちろん私も思考停止。でも隣を見たらコウタも思考停止してて、でも額から流れる汗は尋常じゃない。なんかその姿を見たら、琴音が言ってることは本当なんだって、そう思わざるを得ませんでした。道理でさっきから顔色も悪いし挙動不審だったわけだ。今日この場でこうなることを知ってたってわけね。私はただ呆然とするばかりでした。もちろん何にも考えられず無の境地。するとそこに父がやってきました。パニコ、お父さん、私どうしたら。さすがに父も私を慰めに来てくれたと思っていたのですが、このどうしようもない父親はそんな人間じゃなかったんです。夫は姉に譲ってやれ。は？離婚して夫は姉に譲れと言ったんだ。あなた何を言い出すんですか。母はこちらに駆け寄ってきてくれて、私を抱きしめてくれたんです。思わず大声を出す母と、さらにざわつく招待客たち。私はもう何も考えられなくなっていました。ただ呆然と頭の中で昔のことがぐるぐる回ってね。15年前、可愛くてスタイルがいい琴音、小さい頃からずっとチヤホヤされて育ってきました。母は私と琴音に大差なく接してくれましたが、父はものすごく琴音を溺愛、琴音の言うことは何でも聞く人だったんです。私の話なんか聞いてくれないし、我慢をさせられるのも私でした。琴音は調子に乗って、見た目は天使でも心は悪魔のように育ったんです。あれは私が小学校に上がったばかりの頃です。小学校で初めてできたお友達を呼んでお誕生日会をやってもらいました。たくさんのお友達から祝福されて、ケーキを食べて遊んで。ハニコちゃん、お誕生日おめでとう。これ気に入ってくれると嬉しいんだけど。パニコちゃん、プリンが好きって言ってたから、これね、限定のプリンクッション。わあ、ありがとう。お友達からもらったプレゼントにウハウハモード。でもそんな気持ちを一瞬にして破ったのはこいつ、そう、琴音です。パニコばっかりずるい。私もプレゼント欲しいんだけど。そう言って私が受け取ったプレゼントを奪い始めました。琴音、何をやってるの。これはパニコのお友達がパニコへの誕生日プレゼントとしてくれたの。あなたのものじゃないでしょ。今度は母が
琴音から誕生日プレゼントを奪ってくれました。でもお前もパニコも琴音が欲しがってるんだから、琴音に譲ってやる。パニコ、お前は妹なんだから年上を尊敬すべきだぞ。年下なんだから我慢しろ。友達は困惑、私は泣き出す。でもこんなことは日常茶飯事でした。高校受験の時にも嫌な思い出がありました。だからダメだって言ってるだろ。どうして俺の言うことが聞けないんだ。お姉ちゃんだけずるいよ。私だって行きたい高校があるの。お前が行きたいのは私立高校だろ。お願い、どうしてもあの高校がいいの。即座に却下。あなた、パニコにも行きたい高校に行かせてあげましょう。金を出すのは俺なんだぞ。パニコに金を出すくらいなら俺は琴音にもっと金をかけてあげたいって思ってるんだからな。この時もまた父は私より琴音が優先でした。パニコも私みたいに可愛く生まれればよかったのにね。はあ、そうすれば行きたいところに行けるのに。制服が可愛いってのとイケメンが多くいるってことで今の高校を選んだことね。私は行きたい学科があるからこの高校に行きたいのに。でも結局私は成績トップを獲得し、奨学金の対象者になってほぼほぼタダでその私立高校に合格したんですけどね。そしてこの進学問題は大学受験の時にも同じでした。だから私は進学せずに就職という道を選んだんです。この家にいたら私はずっと我慢しなくてならない。だから早く家を出たい。まだ若いのにコウタとの結婚を決めたっていうのもこういう理由からです。お母さんのことは好きだけど、でも私はとにかく家を出たかったの。でもまさか結婚する時までこんな嫌な思いするなんて。現在に戻る。意識がぶっ飛びまくっていた私です。どうして今ここにいるのかも分かっていません。パニコ、パニコ、今日の調子はどう？え？あれ？覚えてないみたいね。結婚式から数日経ってるけど気づいてる？え？数日？さすがに数日も寝込んでいたなんて。私あの後どうしたの？ショックすぎたのね。パニコはあの場で気を失ってそれから熱を出しちゃったのよ。そうよね、当たり前よね。披露宴ってどうなったの？披露宴は中止にしたのよ。そっか。パニコごめんなさいね。いやいや、お母さんが謝る必要ないから。お母さんね、すごく楽しみにしてたのよパニコの結婚式。それなのに琴音を止められなくて、母親として不甲斐なくて、本当にごめんねパニコ。お母さんが悪いわけじゃないでしょ。パニコがそう言ってくれると救われる気がするけど、でもやっぱりあんなのダメよ。琴音は本当にひどい子だわ。コウタ君もだけど、私は琴音を許さないからね。母は顔を真っ赤にしながらそう強く言ってきました。お母さん、本当はもっとしっかりあなたを守ってあげればよかったのに。お父さんに太刀打ちできなかった自分が本当に情けないわ。一生に一度の素敵な日にまさかあんなことを、それも実の姉が妹にすることじゃないでしょう。お母さん、私はもう大丈夫だから。本当にごめんなさい。そう言って母は私に頭を下げてきたんです。でもこれは母が悪いわけじゃないし、それにね、母はいつも私の味方をしてくれていたし、だから私は母を恨む気持ちなんてこれっぽっちもありませんでした。パニコ、私たち二人で暮らさない？え？もう私もお父さんや琴音には愛想が尽きたの。今更って思うかもしれないけど、私はパニコともう一度二人で楽しい日々を過ごしたいって思ってる。母さん、そうしよう。でもね、私はその前にあの人たちに。そうね、私もきっとパニコと同じこと考えてるわ。パニコ、まずはあの三人にがっつりお仕置きしてからよ。そうよね。うん、いじじ。私の言いたいこと母が代わりに言っちゃいましたよ。でもどうする？何かいい考えでもあるの？すると母はにやりと笑ってこう言ったんです。大丈夫、私に任せて。
でもね、ちょっとだけ時間をもらってからのお仕置きになるわ。笑った母の顔はちょっとだけ魔女っぽく見えて笑いました。きっと母も父に対しての不満は強く持っていたんだろうなって思いました。数日後の夜、今日は久しぶりに実家に来ているんです。家に入ると父と琴音がソファーにふんぞり返っていました。さらにその数分後、そこにコータも到着。呼んだのは母です。私を見るとコータが心配そうな顔をしました。でも不思議なものでコータへの気持ちは微塵も残っていません。パニコ、体調はもう大丈夫なのか？どの口が言ってんだか。心配なら心配させるようなことしないでよね。確かにそうだよな、ごめん。はあ、何偉そうに。仕方ないことじゃないの。私のコータさんへの愛がパニコの愛に勝ったってことなんだからさ。はあ？あ、違うわね。私の方が可愛いから仕方ないわね。もうね、救いようがありませんよね。別に琴音は悪くないだろ。もし悪いとすれば琴音が愛されキャラってところか。もうパパったら。はい、地獄行き決定。こいつらにつける薬はないと見ました。それは横にいる母も呆れ顔で同じ考えのようでしたけどね。あっそ、なら別にもういいよ。あ、コータはお姉ちゃんにあげるよ。でも本当にいいの？何言ってるの、当たり前でしょ。パニコ本当にごめんね。そしてありがとう、私たち幸せになるから。譲るけど大丈夫かな。本当に本当にそれでいいのね？もちろんよ。大丈夫かな。コータにも確認したけど、コータもそれでいいみたい。当然だけど、それぞれに慰謝料は請求させてもらうから覚悟してね。それから披露宴のキャンセル料はコータに払ってもらうから。慰謝料くらい何よ、たっぷり払ってあげるから安心して。あっそ、払ってくれるなら安心したわ。すると琴音は今度母に視線を向けたんです。ママ、パニコも許してくれたから、私コータくんと幸せになるね。そうね、お幸せに。でもあなたと私、親子の縁はここまでよ。え、ちょっとママ。あなたのような薄汚い娘もうたくさんだから、あなたとはもう赤の他人になることに決めたの。おい、お前なんてこと言うんだ。可愛い娘が妊娠したんだぞ。俺たちにとっての初孫だ。あなた、耳が遠いのか頭が悪いのかどっちですか？あ、お前この俺に向かってなんて口の利き。今しがた言った通り、私はもうこの子との親子の縁は切りました。よって私には初孫が生まれる予定はありません。おい、母も今までずっと思うことがあったのかもしれません。でも家族を思って黙ってきたんでしょう。私に謝ってきたこともそういうことだと思います。だから私は母をすっかり許してますよ。そう、あなたとも離婚します。あ、何を離婚します。今までお世話になりました。ま、散々どうしようもないグズ男のお世話をしたのは私の方ですけどね。ということで、あなたと琴音は早くこの家から出て行ってくださいな。なんで俺が出て行くことに。あら、この家は私の親から受け継いで私の名義ですよ。そこの薄汚いあなたの一人娘とそのだらしない婿を連れて出て行きなさい。待ってくれ。あなたが浮気してること知ってるんですよ。慰謝料はきっちりいただきますので覚悟しておくことですね。なんでやば、家族3人全員慰謝料で借金確定じゃん。で、私とお母さんは小金持ちになっちゃうじゃん。父はもう顔面蒼白になってます。もちろん姉も元夫もね。それから、あなたたち入籍を済ませたらまたここに来て。え、どうして。まだ顔を合わせなくてならないの？そうね、バニコにはもう少しだけ我慢してもらうわ。そう言って3人にはわからないように母はにやりと笑ったんです。2日後、どうしてまた会わなくちゃならないの？私は琴音とコータが来ることでちょっとイライラしていました。できればもう顔を見たくない。こういうことはね、徹底的にやらないとダメなの。
それは分かってるけど、琴音と光太くんには入籍が済んだ後にしっかりと償いをさせるの。逃げられないように。え、どういうこと？いいからいいから。またもや意味深な笑みを浮かべる母。一体何を考えているのか私にもよくわからないままでした。そして二人が我が家に到着。入籍は済んだの？あ、うん。あら、改めておめでとう、光太くんに琴音さん。ちょ、琴音さんって。もう親子ではない他人ですからね。さん付けは当たり前でしょ。さてと、無事に入籍も済んだらしいし、お互い知っておいた方がいいと思ってね。ん？何？まず光太くん、あなたかなりの借金をお持ちのようね。え、知ってたの？これには私も驚いちゃいました。光太の借金のこと私は知っていましたが、たとえ借金があっても私はそれでもいいと思っていたんです。パニコと付き合ってる頃から知っていたのよ。娘が結婚したいって思ってる男のことしっかり調べさせてもらったの。パニコは一緒に借金を返済しようと思ってたみたいね。ちょ、私聞いてないわよ。あら、そう。でもそんなの私の知ったことではないわ。まあ借金があろうがなかろうが、パニコへの慰謝料はしっかり払ってね。それとね、光太くん。はい。実はね、お腹の子の父親は残念ながらあなたじゃない可能性が高いわよ。はあ？ちょっといきなり何を言い出すのよ。あなたたちがいつから付き合ったかも知ってるし、琴音さん、あなたのことも徹底的に調べさせてもらったから。え、何言って。あなたは口が軽いからいつも私に付き合ってる男の子と話すじゃない。ああ、まあ光太くんと付き合ってるのは間違いないだろうけど、それ以外にも複数の男性と同時にお付き合いしてたわよね。本当か？光太さん、あなたパニコとの結婚準備と仕事でしばらくの間忙しい時期があったでしょ。この女が妊娠したのは逆算したらその時期よ。な、その時期ちょくちょく会ってた男性の子ね、きっと。まあその時期は3人以上と会ってるから結局誰の子かわからないだろうけど。そんな私はあっけに取られちゃいました。いやはや母、恐るべし調査力。我が母親ながらマジですごいなって思っちゃいましたよ。コータ、おねえ、あーいや、琴音さん、慰謝料の減額は一切考えていませんので、しっかり払ってくださいね。な、そんな。こうして母の調査のおかげでしょうもない秘密がバレちゃった二人。その後コータは私への慰謝料のためさらに闇金でお金を借りたみたいです。よって借金はさらに増えたそうな。今は会社もクビになって寝る間もないほどアルバイトを重ねているらしい。ちなみにバイト先でも結婚式前に新婦の姉を妊娠させた男としてかなり白い目で見られてるそうです。琴音の方もそりゃもう借金まみれで地獄みたいよ。どうやら付き合ってた男の中に既婚者もいたみたいで、そっち方面でも訴えられてるとか。あれからすぐに光太とも離婚しちゃって、どうやら揉めに揉めてるって聞いたし。でね、父も一緒に地獄に行ったのよ。まあ離婚と浮気の慰謝料で借金して貧乏暮らしを始めたらしいんだけどね。母は会社にも浮気の話をしたらしいの。だって浮気相手は数人いて、そのうちの一人が同じ会社の人だったからね。となると当然のごとく会社で白い目で見られるようになって居づらくなり退職。追い出されただけではなく、浮気相手たちからも相手にされなくなったり訴えられたりしちゃって、寂しい返済だけの老後を過ごすことに。今は老体に鞭打って工場の一番下っ端として寝ずに働いてるんだとか。一方私と母はあれからというもの二人で楽しく過ごしています。もらった慰謝料で今度は海外旅行に行くつもり。お母さん、今度は私の行きたい国にしようよ。パニックはまた食べ物中心で考えるんでしょ。バレた。お母さんは景色が素敵な場所に行きたいわけよ。ああ、それいいね。ねえ、フランスとかどう？うん、いい。私今はとっても幸せです。イシシ。
ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。